どうもシャマです。本日はですね、デュエルマスターズの思い出が詰まったパック、こちら、マスターズクロニクルパックコミックオブヒーローズというものを入手してきました。これちょっと前、1年2年前ぐらいかなに発売されたパックで、デュエルマスターズのね、まあ初期メンバーとかね、ファイティングエッジぐらいの頃かなの、昔のね、プレイヤーが、それぞれねパックになって入っていると、はい、いうパックなんですが、ちょっとね分かりづらいと思うんで開けていきたいと思います。こんな感じにね、なってるんですけども、実は1パックごとに、はい、固定なんですが、そのキャラクターにね合わせて、カードが封入されています。ちょっとまあ多分見るのがねこれ早いと思うんでね、先に開けていきましょう。よいしょ。はい、まずこのパックですね。ここの黄昏ミミちゃん、はい、この彼女ですね、彼女の、彼女に関するカードが詰まっていると、いった感じでですね、この中のカードは全てこの黄昏ミミちゃんの、カードになってます。アストラルリーフっていう、まあ、皆さんのね、トラウマになるようなカードの、進化系になります。はい、進化なのか、まあ進化よりこっちの方が強いんだけどね。はい、アストラルリーフですね。これはもういろんな人にトラウマを与えたんじゃないでしょうか。3枚ドローしてね、2マナで出てきて、まあ進化クリーチャーなんでそのターンにアタックしてくるっていうね。自分的にこれが一番最初に当てたカードなんで、最初に当てたカードというか切り札にしてたカードかなんで好きなんですけどね、このカードはね。黄昏地獄拳、はい、これも新規のカードですね。よいしょ。ストリーミングシェイパー、これは強いです。殿堂入りデッキにね1枚しか入れられないカードなんですが、4枚表向きにして水のカードすべて手札に加えるっていうね、3マナ4ドローみたいな意味不明ですからね、これね。この漫画をねちょっと中身は多分読んじゃいけないと思うんで置いときます。ボルメテウスの登場ですね。キューティーハートですね、これもよく使ってましたね、黄昏ミミちゃんね。はい、テンペストベビー、サイバーウイルスのクリーチャーと、キャンディードロップですね。これ初期からあるカードですよね。キャンディードロップな、本当に懐かしいな。これ勝負くんですね、主人公切り札勝負くんの戦国編のカードですね。はい、いきなり新規です。自然ボルメテウス武者ドラゴンをね、ボルメテウス自然ドラゴンと、ボルメテウス武者ドラゴンをね合わせたような感じのカードですね。まあ2回殴れて、6000以下のクリーチャーを破壊すると。はい、そしてボルバルザーク自然ドラゴン、これめっちゃかっこいいよね、やっぱね。うん、2回殴れるドラゴンっていう感じでね。はい、しかもクロスギアをタダで出せるっていう。ボルシャックヤマトドラゴンですね、自分の火のクリーチャー1点につきプラス1000されて、スピードアタッカーダブルブレイカーもつくカードですね。ボルメテウス武者ドラゴンですね、はい、ヤマトと武者が揃ったと。はい、アタックするときに6000以下のクリーチャーを、シールド、自分のシールドを墓地に送ることによって発動するっていうね。これほんとかっこよかったですよね、ボルメテウス武者ドラゴンね。よく使った気がします。戦国無双、かっこいいカードですね。これはでも切り札勝利さんか。はい、で戦国トップアーマーですね、斬撃マハーマーですね。はい、3パック目はですね、これはちょっと分かりづらいんですが、この牛次郎ですね、牛次郎が使ってたカードで、まあ、ノーデータ、これは新規のカードなんですが、2枚ドローできるってやつですね。ターンの初めに余分にカード引きます。そしてエターナルソーですね、これは本当当時バカ強かったですからね。まあ今でもね使われるぐらい強いカードで、もうイラストがほんとかっこいいよねこれね。目的不明の作戦って、まあ普通にこれ有料カードって感じですかね。はい、そして砲丸ブラスター、運ゲーカードですね。で、シャッフルして、めくって、それを使うっていう、はい、運ゲーカードです。インフィルのサインですね、7個スイカのカードを出すと。はい、エメラルですね、これも電動カードになります、強いですね。そしてスパイラルゲート、1体クリーチャー戻すと。これ実はですね、これね、あの7枚中6枚ですね、これ全部デッキに1枚しか入れられないカードなんですね。はい、さすがに強かったなこのパックはな。続いてのパックが龍神ヘビーということなんで、ここにこっそり映ってるザキラさんですね、まあ勝負君のライバルというか、まあ宿敵ですね、ザキラさんのカードになります。龍神ヘビー、龍神メタル、そして、破壊神デスですね、まあ、これがくっついてデスメタルヘビー、ヘビーデスメタルか、ヘビーデスメタルとなって、襲いかかったと、はい、いう感じになります。これかっこいいよね。そしてこのデスペラードっていうね、デスよりちょっと軽くなったバージョンも出ました。ボールザークですね、これ今まではあの銀色のカードで収録されてたんですが、今回ね、久しぶりの再録ということで、はい、黒枠になって戻ってきました。デスメタルピアはこれ新規ですね、そしてゴッドオブゼットザキラさん、よく裸のシーン多いよね。はい、続いてはね黒城くんですね、死神、黒き死神黒城くんのパックになります。このバロムロスは新規ですね、手札の中も見て闇以外のカードを全て捨てるというカードですね。そして悪魔神ドルバロムね、これはかっこよかったですね、本当にね。なんか本当に全て破壊するみたいな感じでいいカードですよ。そして悪魔神バロムですね、まあ、ここら辺本当この流れ神だよね、やっぱね、かっこいい。そして、魔国の騎士オルゲイトと、ジャレーシンガバロム、これ結構よくて、バロムと、進化クリーチャー、バロムとある進化クリーチャーを、コスト払わずに、ね、墓地から出せると。だからまあ9マナ出せば、墓地からドルバロムとかはね、こう無料で出せるっていうね、
はい、コンボカードになります。ブラックルシファーも使いましたね、そして死神スクリームか、またバロム来ましたね。実はですねこれ12パック入ってるんですけど、2パックだけねあの被りがあるんですよ。まあ見ていきましょう、バロムロッソ、はい、ノルバロム、そしてそうなんですよ、実はですね、はい、まあこのパックね、シークレットという枠があって、はい、悪魔神バロムのシークレットですね。これもかっこいいんだよね、やっぱね。初期も初期で好きなんですけど、私は結構これが大好きですね。はい、かっこいい、使いたくなっちゃうよね。はい、では行きましょう、こちらもザキラのね、使ってたカードです。このパックがね非常に強力なんですよ。行きましょう、黒神竜グールジェネレードですね。よくこれにねドラゴンを破壊されると、まあ、出てくるゾンビなんですけど、こいつを3体重ねてね、アポロヌスドラゲリオンとか、ほうちょうど来てるよやっぱ。はい、これを出してましたね。エスメラルダとの戦いを思い出しますね、そして暗黒王デスフェニックス、ほんとこれ強かったですよね当時もね。うん、もちろんね大会とかで使われてたとは分かんないんですけども、いかんせん出しにくかったからね。ただ出されるともうめちゃくちゃ強いっていう、焼却シールド焼却持っててね、もう破壊されたらロストソウルみたいな、手札全部捨てろみたいなね。はい、踊るニードルも入ってましたね。よし、そして、オールデリートですね。オールデリートがね、カード化してしまったと。これすごいっすよ、マナ以外のカードすべて山札に加えてシャッフルするっていう、まあ、もう本当に絶滅ですね。はい、ダークルピアも入ってて、このポッポジュビラってカードはねデスフェニックスのサポートカードになります。これが本当1枚今ね500、600円ぐらいするのかな、結構いいカードですね。はい、進化フェニックスを出すときバトルゾーンにあるクリーチャーの代わりに墓地から素材を持ってこれるっていう、これ本当強いんですよ普通に。はい、行きましょう、こちらのパッカーですね、この光の白王くんですね、まあ、たまに闇落ちしちゃうやつですねの白王くんの精霊王パックです。アルカフェウス、これ新規ですね、そして精霊王アルファディオスですね。うん、まあ切り札勝利さんに向けて使った強力なカードですね。こいつは強かった、精霊王アルカディアスもねかっこよかったですね。うん、これほんと61,2500って当時めちゃくちゃパワー高いですからね。もう火のクリーチャー粉砕していくっていうね。はい、そしてパーフェクトギャラクシーですね。パーフェクトギャラクシーね、これまたね間違えられてるんですよ。以前こちらのねクリーチャーってところが呪文って間違えられたんですが、今回はですねこのシールドフォースのマークが縦のマークなんですけど、これサイレントスキルってねまた別のマークになってるんですよね。よく間違えられますが普通に強いカードですね、パーフェクトギャラクシー。アルカキット、そうアルカキットね、この次のカードと一緒に説明します。ホワイトアートもこれ新規ですね、アルカキットっていうカードは、ホーリースパークをね、はい、こちら唱えた時にですねこれよく出てきましたね。本当によく出てくるよね、アルカキットはホーリースパーク、はい、これを唱えた時に、手札からですね精霊王とある、進化クリーチャー出せます。なので、アルカキット使って、次のターンホーリースパークと、はい、唱えるとアルファディオス乗ってくるっていうね、はい、謎のコンボですが割と強力だと思います。はい、ボルベルグ勝利ドラゴンということで、こちらが切り札勝利さんのパックになります。まあこれはね新規なんですけれども、次のカード、はい、ボルベルグクロスドラゴンですね。これが勝利さんの切り札ですね。まあ、勝負くんがね切り札勝利のデッキ使って戦うのもなかなか良かったですよね。はい、アクテリオンフォース、まあクロスギアですね。はい、偉大なる大地ですね。まあ、母なる大地は電動カード、禁止カード、プレミアム電動ですね、禁止カードになっちゃったんで、偉大なる大地に置き換わっております。まあ、母なる大地、めちゃくちゃ強かったからね。はい、これ、白王との、お牛次郎と白王か。はい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 。で、ビクトリーソル、これも新規ですね。そして、バルキリードラゴン、これよく出してましたね。デッキからドラゴン持ってくると。はい、ウィンドアックスもよく使われました。お来ましたね。はい、表紙のね、一番分かりづらいところにいる、このエスメラルダですね。なんか車椅子乗ってて、メガネかけてるときはブサイクだけど、メガネ外すとめっちゃ可愛いっていう。はい、人が使ってたカードですね。究極銀河、ユニバース。まあ、強いっすよ。うん、メテオバーンでね。フェニックスの進化なんですが、このクリーチャーの下のカードをね、墓地に送って、それが最後の1枚を墓地に送って、それがフェニックスだったら自分はゲームに勝利するっていうね。はい、特殊勝利カードになります。ユニバースラピアですね。グランドクロスアブソリュートキュアっていうのがこれ新規のフェニックスになります。はい、そしてフェニックスライフ、これはもう可愛いね、エスメラルダね。なんかでもこれを見るとなんとなくちょっと哀愁漂う感じがしてね、切なくなります。勝負君と戦った共に戦ったあの日々を私は決して忘れはしないというね、デュエルマスターズファイティングエッジの6巻ぐらいだったかな確か、ザキラと戦う時の多分セリフなんでしょうかねこれはね。そしてザ・ユニバースゲートですね。まあザキラに使ったカードですね。そしてイノセントハンターとスカイソードと。潮流キングボルシャックということで、これは切り札勝負くんのね、ボルシャックデッキになります。ボルシャックと名の付くドラゴンがあれば、進化するやつだったっけな。ボルシャックネックス、これ有料カードですね。山札見て、ルピアとあるカードをバトルゾーン出せると。うん、まあデュエルマスターズスタークロスでですね、勝負くんが封印を解き放ったね。うん、思い出のカードということで、これほんと漫画見てる人からしたらもうこれ熱いですね、ボルシャックネックスね。そしてボルシャックドラゴン、これシークレットですね。絵柄が違うバージョンになります。
ボルシャックルピアも普通にボルシャックデッキでよく使うので皆さんぜひ使ってみてください。ボルシャックファイヤー、そうこれねボルシャック専用魔法で、名前にボルシャックとあるクリーチャーがアタックするときにボルシャックファイヤーって言うとね、他のクリーチャーと一体とバトルできるっていう、はい、まあかっこいいトリガーもついてですね、はい、そしてコッコルピアよく出てきますね、マッハルピアですね。連続来た2連続ですね、キングボルシャック、ボルシャックネクスト、ボルシャックドラゴン来ました。やっぱこの絵柄ですよね、ほんと熱い第1弾のね、ボルシャックドラゴンの絵柄になります。なぜかね私デュエルマスターズ第1弾開封した時にこのボルシャックドラゴンについてコメントめちゃくちゃしたのに間違えて編集で消してしまうっていうね、過ちを犯しました。はい、ということで本日はマスターズクロニクルパックコミックオブヒーローズの開封でした。皆さんはどのカードが、気になったでしょうか。10パックのうちからね一応私のベスト思い出カードをこうやって出してきたんですけども、本当にね思い出がどんどん蘇ってくるいいカードだったと、いいパックだったと思います。ぜひちょっとプレミア価格でね、約1万円するボックスなんですが、気になったら買ってみてください。ということでシャマでした。さよなら。